こんにちは、ジェマです。いつも動画を見ていただきありがとうございます。今回の動画ではフィルムルックな映像に仕上げるために私が編集でやってることをシェアしていきたいと思います。でそれはズバリデハンサーっていう、まあ、スマホのアプリもしくはパソコンのプラグインを使っているんですよね。で今回ご紹介するのは今言ったようにスマホでもできる方法なので、スマホだけで編集しているっていう方もご安心ください。でそのデハンサーっていうのはまず何かというと、そのフィルムカメラで撮ったような質感っていうのを作り出せるエミュレーションっていうものなんですけれども、まあ、エミュレーションっていうのは日本語で模倣するっていう風な意味になるので、まあ、そのフィルムを再現するっていう風な感じになります。なのでこのデハンサーっていうねものを使うと簡単にフィルム風な映像に仕上げることができるので、すごく私も気に入って使っているアプリプラグインになります。で私は普段そういった作品とか仕事で納品するような映像を作る時っていうのはパソコンのダヴィンチリゾルブっていうソフト、編集ソフトを使っていて、その場合はデハンサーのプラグインっていうのをダヴィンチリゾルブに入れて使う感じになるんですけれども、スマホ版のそのデハンサーアプリっていうのが割と最近なのか半年以内ぐらいとかだと思うんですけど、結構最近新しくできたものらしくって、使ってみたらすごいね本当にスマホでも簡単にこのフィルム風なフィルムルックな映像に仕上げることができたので、ちょっとこれはね皆さんにシェアしたいなと思って今日はこの後解説していきたいなと思います。でこの動画の後半最後の方には普段私がパソコンのダヴィンチリゾルブを使って編集している時のデハンサーの使い方っていうところも少しねお見せできればなと思いますので、まず前半はそのスマホでの使い方について解説していきます。それではやっていきましょう。はい、じゃあまずデハンサーのアプリ開きましょう。開くとこんな感じの画面が出るので、まずオープンフォトはビデオっていう、写真も入れることができて、今回はちょっと映像でやっていきたいと思うので、この上の部分タップすると、ご自身の写真フォルダが開きますので、その中から動画を一つ選びましょう。はい。で、この動画、これは動画編集ソフトではなくて、一本の動画をフィルムルックにするっていうものになるので、この中でいくつか動画を並べて編集するっていうものではないんですよね。なので、一旦ここでフィルムルックな質感にしてから、例えばスマホだったら、私がいつも会室で使っているキャップカットに入れ込んで、編集するとか、他のソフトに入れ込んで編集するっていう風な順序でやっていただくものになります。もしくは、もう編集、カット編集し終わってつなげたものをここに読み込んで最終そのフィルムルックに変えていくみたいな手順でやってもらえたらなと思います。はい、で今こんな感じで読み込みができましたら、まず最初に私がやっているのはこのプリセットとエディットっていうのがあるんですけれども、最初にまずプリセットの中からざっくりこういう方向性の雰囲気にしたいなみたいなのを選ぶのがいいかなと思っています。はい、でいろいろあるのでこんな感じで設定すると結構ガラッと変わります。これだけでもすごくフィルムっぽい雰囲気になるなと思っています。結構いろいろあって、この富士フィルムのこのフィルムカメラの、を再現してくれてるものだったり、コダックっていうものとかね、結構フィルムやってる方は知ってる名前もあるんじゃないかなと思います。私はね、フィルムカメラ自体をすごい扱って使ってたことはあまりないので、あんまり分かんないんですけれども、結構いろんなねフィルムカメラで撮られた写真とか映像とかを見てて結構近いなっていう気がすごくしています。すごく再現性が高いなと思います。なのでこの中から一つお好みのものっていうのを選んでいただきます。はい、でここから次にエディットっていう方に進んでいただいて、ここからは細かい調整っていうのをねさらにここでできるんですけれども、今一応こちらプリセットの方で選んだんですが、再度ねここで、ソースっていうところで、ここはよくあるこんな感じで露出を変えることができたりとか、色温度をねこっちに転ばせてオレンジっぽくしたり青っぽくしたりとかっていう風な色温度を設定することもできます。じゃあこれね変えた後元のゼロに戻したいっていう時はダブルタップ、この丸い部分を2回タップするとゼロに戻り、ゼロというか元の位置に戻りますので、ちょっと1回戻したいなっていう時はダブルタップしましょう。はい、であとはフィルムっていうところを選ぶと、先ほど富士のフィルムカメラの再現っていうものを選んでるんですけれども、もう一回ここでねフィルムをどれにするかだけ選び直すこともできます。結構本当いろいろ試していくとね、お好みのもの見つかるんじゃないかなと思いまして、私もここでいいなと思ったものはねダブルタップするとハートでお気に入りに保存できるので、私もここでねフェイバレットっていうこのお気に入り保存したりもしています。結構この富士フィルムのインスタックスだったりコダックのポートラ
160とかいろいろミノルタとかいろいろあるんですけれども、この辺がねすごく私は好み の再現の仕方でした。ちょっとこう色褪せたような感じで古びたフィルムっぽい感じできてるんじゃないでしょうか。はい、であとはいろいろあるんですけれども、ここの辺はねもう数値細かいものなのでいろいろ触ってみてください。これ自体ね本当正解自体はないので、私もね今いろいろちょっとずついじりながらこれぐらいがいいかなとかっていう感じで結構感覚でやっていく部分になるかなとも思いますので、今回私がやってる設定っていうのも本当一参考にしていただくぐらいで、ご自身の映像に合わせて自分が表現したい雰囲気に合わせてちょっとずつねこの数値っていうのは変えてもらえるといいかなと思います。このブラックポイントとかもね左にするとこの黒い部分っていうのがちょっとこう褪せていくというか明るくなっていって、右にするとよりこうはっきりとコントラストが強く暗くなっていくみたいな感じですね。白い部分だけをさらに白く明るくするのかとか結構いろいろ調整できます。でここからなんですけれども、フィルムルックにするために重要な要素っていうのがね、3つありまして、この中でいくとこのフィルムグレイン、ハレーション、ブルームっていうものですね。ここが結構そのフィルム調に仕上げるために重要な部分になってくるかなと思ってます。でちょっと一個ずつやっていくと、ブルームっていうのはブラーっていうちょっとこうぼやけさせるようなものになるんですけれども、フィルム調にする時ってあんまりピントがバチッと、ね、合いすぎてるっていうよりかはちょっとぼやけてるぐらいにする方が良かったりするので、そのピントが合いすぎてるとこをちょっと和らげて、かつちょっとこうふわっと光があるところとかがふわっとこうね拡散するような感じのになるんですよね。なのでこのブルームのまず一番上の数値とかから調整していくんですが、この映像ね2本指で拡大するとこうちょっと大きくしたりもできるので、ちょっとこう白い光が当たってるとことかを見ていただくと分かると思うんですが、この一番上の数値上げると分かりますかね。めちゃくちゃちょっと若干なんですけど、この白い服の縁というか境界が右にこうスライドするとちょっとふわっとするの分かりますかね。ちょっと画面だとね分かりにくいんですけど、あと白い部分が拡散、ふわっと光が拡散してるような感じになります。あんまりやりすぎるとちょっとやらしくなるので、本当ちょっとだけ上げたりするといいかなと思います。でこれありなしを確認するときはこの下のブルームって今設定しているところもう一回押すとねこれオフできるんですよね。なのでオンオフしながらどれぐらい変化してるかなっていうのを、ここでチェックしながらやってもらうといいかなと思います。でこのディフュージョンっていうのをね下げたりするとこのまた拡散がちょっと和らいだりするので、この辺はねいろいろ数値触りながら程よいところに調整していきましょう。はい、で続いてハレーションですね。でハレーションっていうのは何かと言いますと、何かと言いますとって言っても私はそんなにフィルムカメラの仕組み自体すごい詳しいわけじゃないのでちょっと調べたんですけれども、じゃハレーションっていうのは、写真とか映像で、強い光がねこうカメラの中に入ってきた時にこう内部でこう反射することで、フィルムがこの本来 この光の強さよりも強くこう感光してしまって、結構その何て言うんですかね、光が当たってるところがちょっとこう赤くぼやけたりとかっていう感じで、感光ってね結構その写真とかでもよく知ってる方いるかもしれないんですけれども、こう入ってはいけない光が入っちゃうんですよね。それってこうフィルム本来はフィルムカメラでしか起こらないような現象らしいので、このハレーションっていうものを入れることによってデジタルでは出せないものというか、そのフィルムカメラならではのこの現象っていうのを起こすことでよりフィルムルックにできるっていう風なことになります。わかりますでしょうか。はい、なのでとりあえずこのハレーションっていうのを入れる方がフィルムルックになるっていうところで、このハレーションっていうのもオンオフすると、今はね軽くしか入ってないんですけども、もうちょっとわかりやすくしようと思うと、ここの一番上の数値を上げたりとか、ローカルディフュージョンっていうのを上げるとね、わかりますか、これこうするとわかりますね。だいぶこの光が強く当たっているハイライト部分とか特になんですけれども、この赤くちょっとこう今オレンジっぽいので色とかをねこっちに転ばしてあげたりするとちょっと変わったりするはずなんですけれども、こんな感じで数値をね調整して、ちょっとオレンジと赤とか赤っぽい感じでちょっとハレーションを入れていただくとよりフィルムルックな感じになってきます。例えばこっちのね光が当たってる草のところとかもハレーションオフするとこんな感じなんですけれども、オンするとちょっとこう光が当たってるところがねこう 赤オレンジっぽく
反射してるような感じになってますよね。まあ、これもね、あの映像によってどの数値を上げればどうなるっていうのがね、あんまりこう結構いろいろやってみたんですけれども、あんまりこう決まってないというか、あのものによってはね、これここの数ちょっと上げただけでこのハレーションが強く出たりとかっていうこともあるので、まあ、これぐらいの数値まで上げるといいよっていうのがなかなか言えないんですけれども、まあ、その映像のね、光の当たり加減とかによって変わってくるので、いろいろちょっとここ触りながら程よい、まあ、これぐらいかなとかにしてもらうといいかなと思います。はい、で続いて最後グレインですね。フィルムグレイン、これはまあ、ノイズになります。まあ、デジタルのカメラでね、こう鮮明なくっきり綺麗な映像を撮ったんですけれども、そこにグレインっていうノイズをね乗せることで、まあ、あえてこう画質を落とすというか、ちょっとザラザラした感じにすると、まあ、フィルムカメラで撮った風なあの映像になりますので、このグレインは結構ね入れるの大事です。でこのデハンサーのアプリではすごいなと思うのが、全体的に、まあ、よくあるのはこうその映像全体に均一にノイズ乗せるとかっていうのは他のアプリとかでもあったりするんですけれども、このデハンサーのいいところはもちろんここでね量とかサイズ選べるんですが、このシャドウ部分とミッドトーンの部分とハイライトでそれぞれの、ノイズの量っていうのを変えることが、グレインの量を変えることができるんですよね。で、あんまりハイライトとかにねグレインが入りすぎてると、結構例えば顔とかのディティール詳細が潰れちゃったりすることもあるので、ちょっと入れすぎ注意、グレイン入れすぎ注意で、割とハイライトとかはねちょっと抑え気味で入れて、ミッドトーンもちょっと抑え気味で、シャドウ部分とかねちょっと見ながら、この映像見てるだけではちょっと分かりにくいんですけれども、この状態でオンオフとかしながら、あんまり入れすぎないようにというか、これもお好みにはなるので、だいたいこういう感じでちょっとグレインを乗せるとザラつきが出て質感雰囲気良くなるかなと思いますので、グレインっていうのを入れていただくとこんな感じで、はい、ちょっと映像じゃ分かりにくいんですけれども、フィルム風なフィルムルックな映像にどんどん近づいていきます。であともうちょっとやるとしたら これですね。ここを押してもらって、上のエクスポージュアを左にすると、この四隅、映像の四隅にちょっとこう原光って言ってちょっと暗くなってくるんですよね。右にすると明るいんですけれども、だいたいこっちの左にして四隅を少し暗くさせると、まあ、これもまたフィルムっぽくなるので、よりちょっと古びた感じにしたい場合はちょっとね周辺を原光させるといいかなと思います。これでだいぶ変わったんじゃないでしょうか。で元の映像と比較したいなっていう時は、この上のプレビュー画面を、まあ、指で長押しすると、はい、こんな感じ、元の映像とこんな感じで比較できまして、だいぶ変わりましたね。元の映像とこう比較すると、もともと結構明るい感じなところが、はい、ちょっと落ち着いたトーンのフィルム調の映像に変わりましたね。はい、でここからですね、保存したい場合っていうのは、真ん中の右にある上向きの共有ボタンですねを押していただいて、まあ、映像を撮った時の解像度で、今回の 4K のサイズで撮った映像なので、このフルレズっていうの出てきてるんですけれども、フルサイズの 1080p で撮ってる方は720と1080が出てくると思います。でこれフルレズの 4K で書き出したりすると、もうめちゃくちゃ書き出しに時間が、もう超時間かかるんですよね。でこの 1080p でも今回の映像、これがね44秒ある映像なので、多分ねこれの5、6倍ぐらいの、44秒の動画だったら多分ね 5、6分ぐらいは書き出しに時間がかかってくると思います。なのであんまり長い映像を編集するっていうよりかは、極力ね短くカットした状態の映像を編集していただく方がいいかなと思います。もしくは書き出しに時間がかかってもいい時にやるとかっていう感じで、ちょっとタイミングは考えないと、結構ねこれも2080で書き出しをしたとしたら、これここに一応時間出てくるんですけれども、ほら5分ぐらい、4分5分ぐらいかかりますよって出てるので、まあ、大体それぐらいはかかるっていう風に覚えておいてください。結構、ね、重い作業をしてるので、スマホにも、ね、負担かけると思うんですけれども、まあ、ちょっと時間をかけて書き出しするっていう感じになりますので、まあ、その部分は覚えておいてください。はい、じゃあここからは、パソコンのダヴィンチリゾルブでデハンサーのプラグインを使う方法をご紹介したいと思います。あんまりね全部ちょっと解説はしきれないので、大体私がこ のダヴィンチリゾルブで最終こういろいろ色調整した後に、最後にデハンサーを使って少しこうグレインを入れたりとかハレーションを入れたりとかしてるっていうところを少しご紹介したいと思います。なので、まあ、普段パソコンのダヴィンチリゾルブでね編集されてる方は、まあ、ちょっとここから参考にしていただきたいなと思います。はい、
で、まあ、私普段はこうやってカラーグレーディングしていった最後に割とねそのデハンサーのプラグインを使ってここの最後のノードにデハンサーを読み込んでいくっていう感じの順序でやっています。でこのエフェクトを開くと一番下にですねデハンサーありますので、まあ、これをここに入れ込むと、はい、ここで調整ができます。こんな感じですね。もう今ちょっと一気に変わっちゃってるんですけれども、はい、でここのフィルムとかはね先ほどのスマホ版のアプリでもあったようにいろんなこのフィルムカメラのエミュレーション再現してくれるものを一つずつ選ぶことができるんですが、私はねパソコンの方ではあんまりここは使わなくって、もうここねオフに、ここをチェック外すとオフにできます。だいたい私はそれより前でカラーグレーディング、自分好みのものをカラーグレーディングしてから最後にそういうフィルムグレインとかハレーションとか、ブラーみたいなのをかけるっていうところでこのデハンサーを使ってるので、だいたいこの辺は全部ねオフにしています。はい、全部ここオフですね。で、ここのグレインっていうところで、まあ、サイズはだいたいこう結構あんまりやりすぎるとあれなんだ、結構1とかにして、まあ、シャドウさっきと同じように高めで、ミッドトーンがこれぐらいで、ハイライトちょっと下げ目とかっていう感じで、結構ねこの辺はさっきとも同じスマホ版と結構ね似たような調整なんですけれども、こんな感じで調整しています。であんまりこうすごい乗りすぎてるなっていう時は、私ここネガティブじゃなくてねポジティブに変えたりすると、すごいノイズが分かりすぎない、ほんと程よく乗ってる感じに見えるので、ここネガティブかポジティブかちょっとね変えてみたりするといいかなと思います。はい、やりすぎたくない時はちょっとポジティブに私は変えています。はい、であとハレーションですね。ここのハレーションもこのパソコンのダビンチリゾルブだとできるのが、ここのねマスクモードっていうのにチェックを入れると、こんな感じでハレーション出てる部分っていうのをこうマスクされた状態で見ることができるんですよね。これめっちゃいいですよね。スマホのアプリでさすがにここまではちょっとできなかったんですけれども、パソコンだとこうやってねどこに今ハレーションが乗ってるのかっていうのを見ることもできるので、結構私はここのマスクモードにしながらどれぐらい適用させようかなっていう感じで調整したりしています。はい、こんな感じ右にすると結構これだともう入れすぎ、これマスク取るともうなんかめちゃくちゃハレーション強すぎみたいになってるんですけれども、まあ、こんな感じで分かりやすいですよね、マスクになってると。なのでこんな感じでほんとちょっとだけ入れたい時は微量にしておいてマスク外して確認チェックしていくっていう風な順序でやっています。あとはまあこのブルームっていうところもチェック入れて、ここもハイライトのところをふわっとさせるとかっていう感じで上の数値を変えたりとか、この辺もねちょっとずつほんの少しの差にはなるんですけれども、まあ、ディフュージョンっていうのを上げるとふわっと拡散、光が拡散されたようにちょっとぼやける感じになりますので、まあ、ここはねお好みの具合に調整していただくといいかなと思います。でまあ、その他フィルムブレスって言ってフィルムカメラならではのこう揺れ感みたいなのをここでねどれぐらい揺れ感を出すかとかもできたりするので、この辺はねちょっと好みによって使ったり使わなかったりっていう感じで使い分けるような項目になるかなと思います。はい、でこのデハンサーのプラグインやっぱり使うと結構やっぱりパソコンにもまた負担かかってめちゃめちゃ重いんで、プレビューがねめっちゃゆっくりになるんですよ。これも結構ガクガクしちゃうというか、はい、ちょっと重くなってしまうので、編集中こっちの画面で編集してる時とかは、一旦このデハンサーの、入れてるところはオフにしたりして編集すると結構スムーズにこんな感じで再生できたりするので、最終的に書き出す前にここにオンにして書き出したりっていう感じでやった方が、まあ、編集の効率化はできるかなと思いますので、あんまりにも重いこういったプラグインを使うときは一旦オフにしてから編集して最終オンにして書き出すっていう風にやるといいかなと思います。はい、ということでここまででスマホ版のデハンサーアプリとパソコンの今回はダヴィンチリゾルブで使うデハンサーのプラグインの使い方ご紹介させていただきました。今回のこのデハンサーのアプリとプラグインは、まあ、有料のものになります。ちょっと無料では使えないアプリになっちゃうんですけれども、これがね年間契約のもので、年間9200円で使えるようなアプリになります。まあ、ちょっとアプリにしてはちょっとお高めに感じられるかもしれないんですが、まあ、なかなかここまで再現性高く
くこうフィルムルックな質感にしてくれるアプリ他にないかなと思っていて、すごい私も使ってみてむちゃくちゃいいなと思って、そのスマホで撮影した映像で試しても全然ね、これスマホで撮影してスマホで編集したみたいな映像に仕上がるので、一回ぜひね試してみてもらいたいなと思います。でアプリの方は、10回の書き出しまでは無料でトライアルできますので、一度使ってみてもらって、これやっぱり今後も使っていきたいなってなった場合は、まあ、ぜひね年間 の、サブスクリプションの方でダウンロードしてもらえたらいいかなと思ってまして、パソコン版の方はさらにちょっとお値段が上がるんですけれども、フルの全部のフルセットだと$399で、これは買い切りですね。で他にもライト版っていうのがあって、まあ、さっき言ったグレインとかブルーム、ちょっとハレーションは入ってないんですけれども、そういったものだけ厳選されたものだと$199とかっていう感じで、まあ、いくつかプランがあったりもするの で、 でパソコン版も2週間の、まあ、無料トライアル期間があったりもするので、まあ、一度ねちょっと使ってみてもらってからこれは判断するで全然いいかなと思います。まあ、あっちも最初はトライアルでずっと使って、ずっとというか、まあ、2週間とか使ってみて、やっぱりこれもっと自分の作品に使っていきたいなと思ったんで、そこからずっと使ってる感じにはなるんですけれども、まあ、実際私も使ってみてすごくやっぱりこう自分好みの結構フィルムルックな質感すごく個人的に好きなので、まあ、そういったものを表現できるっていうところで気に入って使っている、まあ、プラグインアプリになりますので、ぜひ皆さん気になった方は概要欄のリンクからチェックしてみてもらえたらなと思います。で今回このデハンサーさんの方から、10% の、割引クーポンのコードですねもいただいているので、もしご購入される方はこのクーポンコードを使っていただけるとちょっとお得に購入できるので、そちらもぜひご使用ください。はい、ということで今回の動画は以上になります。この動画少しでも参考になった、良かったと思っていただけましたら、ぜひグッドボタンやコメントをいただけますとすごく励みになります。その他インスタグラムやツイッターもやっておりますので、フォローの方もお願いします。今回も動画を最後まで見ていただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。